んばんは、星読みカウンセラーのゆかママです。今日はママのキッチンからお送りしております。まさかの料理動画という感じなんですが、ちょっと今日はね紹介したいものがありますので、ちょっと動画を撮っていきたいと思います。はい、冷蔵庫から取り出したこちらの緑ナスです。はい、見えるかな。はい、緑ナス、私今回、いただくのが初めてなんですね。なので今日は、緑ナスを焼いて、そしてただ実食するというだけの動画を撮ってみたいと思います。はい、こちらはですね、前回ね加賀プロジェクトでお世話になりました日々工実さんの、まあ、長谷川さんですねから送っていただきました。今定期便でねお野菜をお願いしておりますが、自然農法の緑ナスです。緑ナス私初めて食べます。なんでかっていうと、あまり市場に出てないですよね。これは自然農法というのは種を、買わないんですね。なので自然農法の農法さん、農法農家さんたちが、種をずっとこう引き継いでいってくれてるんです。ですから自家採取の種になります。自然農法というのは、無農薬、無肥料、肥料も使いません。そして種を買わない、自家採取という、この3つが揃って自然農法になります。もちろんね除草剤なんかも使わないんだと思うんですけれども、まあ、私は今自然農法をね加賀プロジェクトに行き勉強して、そしてまあね本当にこの野菜を食べていきたいというふうに心から、願っています。ずっと食べ続けていきたいと思っております。要は種がね、先人たちの、要はそのご先祖様たちからずっと引き継いできた種である、日本人の日本の土で一番安全な種をずっと、費やさずにつないできているという、そのバトンをね受け渡してもらってる種で作られたお野菜ということなのです。だから、今市場には出回ってないっていうのが、まあ、一つじゃないかなというふうに思います。だからここには、遺伝子がねこう先人の、遺伝子がこう組み込まれてるということで、怪しい遺伝子ではなくて本当にご先祖様たち、日本人の日本の土の遺伝子がずっと入っているという、非常にとっても安心安全で、そしてなんだろう、ロマンのあるお野菜なんです。でね、もちろん無農薬で無肥料だから、無肥料っていうのはね実は、有機農法とか有機野菜っていうのはね有機 の肥料を使ってるんですけれども、それすら使わないんですね。何が起きるかっていうと、まあその土の力と、まあ、野菜の力、その種からももちろんなんですが、それの本当に自分の力で大きくなるっていうことで、非常に栄養値が高いっていうのが一つと、あとまあ余計なものが入っていないっていうところですね。そうすることで、腐らないんですね。だから野菜が腐らない、ずっと置いておくとしぼんで枯れていくんですね。フルーツもそうなんですけど、有機でもこう肥料を使ってる野菜や果物っていうのはレタスがべちょべちょってなったりぐちょぐちょってなったりしたの見たことありません？溶けるみたいな、ああいうことが絶対に起きないので、まあ食べますけど、このまま置いといてもなんかこうお花がなんていうのかな、こう枯れるように、枯れていくみたいな感じで、ドロドロにならないっていうのが自然農法のお野菜の一番のすごいところですね。はい、ということで私は自然農法に今どっぷりハマっております。ということで今日はただこれを焼いて食べるという動画を撮っていきたいと思います。一人なんでね、今日はもうとりあえず1本っていう形で、もう1本はラップに包んで撮っておこうかなっていうふうに思います。ラップじゃなくてね、このエンバランスというね、これも保存に素晴らしい袋なので、これに入れて取っておこうかなというふうに思います。もうただ切るだけ、切っていきましょう。もうね無農薬ですから皮も食べていきますよ。ただただステーキのように焼いていくだけで
やってみたいと思います。今日はもうね初めてなので、おお、ただ本当に緑のナス、どのぐらいの厚さで統一できてないけど、まあいいや、厚すぎるかな、まあいいや、料理ベタなあいちゃんが料理をしていきたいと思います。料理ベタっていうかね、まああんまりこう凝ったものが好きではなくて、本当にこういういい素材のものをただ焼いて食べるっていうのが一番好きです。はい、オリーブオイルをこんな感じです。ただの緑のナスを焼いております。楽しみ。はい、ということで焼き上がりました。本当にただね焼いただけになります。いただきます。さあそこにですね、北陸の揚げ塩を使って、能登のお塩を使っていきたいと思います。もうね塩でただ焼いて塩で食べるのみ。はい、手づかみで行ってみたいと思います。汚い手がいやー超楽しみ、初めて、人生初めての緑ナスでございます。めっちゃ柔らかい、こんな感じ、むっちゃ柔らかいです。いただきます。あこ、とろっとろ、普通のナスよりめっちゃ柔らかいです。とろっとろ、なんか皮も、まあもちろん皮、わ、すっごい柔らかい、こうぶちゅってなって、とろとろです。なんかスプーンで食べれるぐらい、ナスの味あんましないかも。ちょっと緑っぽい味、なんかもちろんやっぱり野菜の味はするんだけど、とにかく柔らかい。おいしい。鬼、なんだろう、お腹もきっといっぱいにならなそうなぐらいペロッと全部いけそうです。不思議、初めて食べた、人生で。緑だから、ナス歯ごたえはナスのすごい柔らかい版みたいな感じなんだけど、なんかこうちょっと緑臭いっていうか、ナスよりちょっと緑っぽい匂い、ピーマンに、まあ、ピーマンとはまた違うんだけど、ちょっと緑の確かに匂いがするっていう感じかな。加賀のね、その自然農法をやってる、あのプロジェクトリーダーの長谷川さんっていう代表の方がね、リクルートを辞めて脱サラして、の自然農法家としてデビューしてるんだけど、私より10歳ぐらい若い、35歳ぐらいだったな確か。その方がね、この緑ナスを初めて食べて感動して、そのこの自然農法家になるって決めたっていうのを聞いてたので、どうしてもこれ食べたかったんだよね。でも加賀に行った時はもう売り切れてなくて、なんでやっと食べることができました。これに感動して、自然農法家を目指すというね、人生を変えた緑ナスでもそれもやっぱさっき言った自家採集、種がないとできないから、素晴らしいね。その和歌山のね、橋本さんっていう自然農家の方たちから種を譲り受けて、この加賀の土と水で、野菜を作っております。概要欄にね、日日工事さんの、ホームページも
載せておきますので、ぜひ美味しいお野菜を、そして安心安全なお野菜を食べてみてください。そしてママは、このプロジェクトにぜひ参加したいと思ってるし、この農家の自然農法を学びたいし、お手伝い、専門ではできないけど本当にこうお手伝いをしていきたいなというふうに思っております。また、そういう情報もねお知らせできるかなと思います。はい、今日はありがとうございます。